吉田さん、うな丼発言か。いや、意味がわかりました。私ね、うな丼っていうのがトレンドに載ってたけども、調べなかったんですよ。くだらねえと思って。なるほどね。あの、うな丼じゃないですけど、私ね、10代の頃、まあ、町場で、ちょっとした喧嘩自慢がありまして、で、複数対複数だったんですよね。で、おりゃーみたいな感じで、行ったり来たりしたんですけども、ちょうどその時ね、私、あの、腹が痛くって、トイレを探しててね、その喧嘩に参加せずに、 身をひるがえしてね、近くの公園に走ってそこでまあね用を足してたんですよ。で用を足したのが終わって落ち着いたんで慌てて戻ったらもうね勝負はついていてえー、私陣営がどうやら敗退したらしいということだったんですけどもその時にね「お前何やってたんだよ」ってやっぱ怒られましたね「いやうんこしてたんだ」っつったら「こんな時にうんこするな」って怒られた覚えがあります。 うん、まあ確かにね、その時はするべきではなかったんですけども、でもこれがね、有事の際とか、まあ総理が襲撃されてっていう時に、裏のを食べてたのはね、まあどうかは分かりませんけども、たまたま何かをしてることってあるじゃないですか。それをいちいち怒られてもたまなんですよね。だってね、なんか災害が起きた時に、あの、自民邸っていうんですかね、なんか飲み会をやっていたとかね。 ゴルフをやっていたみたいなとこ叩かれたりしますけども、その瞬間それをしていることだってあるでしょ。で、そこでまあね、一定のところで蹴りをつけてで対応に向かうみたいにすると思うんですよ。いやそれこそね、あの一刻の総理とかで会社にしても責任者とかが、あのない秒1分を争うようなことってあんまりなくって、大抵なんかあの処理をするときには代行がいるわけですよね。 うん、そうやってだんだん、あのー、本家本元があ、現場に来ればいいんじゃないかなと思いますけどね。まあ、叩こうと思えばいくらでも叩けるってことなのかなと思います。うん、叩こうと思えばね。もうあとは、ちょっと人の妬みも入ってますよね。こんな時にうな丼食いやがってみたいな。いや、うな丼別にそんなにね、大して食いたいと思わないですけども、なんか贅沢な食事の代表じゃないですか。だから、なんかピンチの時にうな丼食べてたら、 何余裕かましてんだよみたいな気持ちに、こう、脊髄反射する人がいて、それは最もだという、第2の脊髄反射もいてっていうところですけども、いやでもね、うな丼食べてる時に、なんか総理が襲撃されやすいよって言ってから、うな丼を置いてね、ダッシュしてもしょうがないんですよ、ぶっちゃけ。だからうな丼きっちり食べ終わって、ごちそうさまでした。ちょっと緊急の余事なんで、このまま失礼しますぐらいの、まあ礼儀はあってもいいんじゃないかなと思うんですよ。うん、うな丼は食べるのいいんじゃないですか、別に。 うん、あそこではね、重要な会合とか何とかあったかもしれないですし、まあでもね、安倍総理に続いて岸田総理も命を狙われてるわけじゃないですか。で、ああいうことが起きたわけでしょ。まあ、今の政治体制なら無理もないですよ、これ、やられても。うん、それぐらい、憎いと思ってる人はいるんじゃないですか。例えば今回の,あの実行犯って、24歳でしょ木村なんとかっていう人らしいですけども。もうね、20代にして、 もうこの国に絶望してこの国の指導者に怒りを燃やしてるわけですよ。それはまあねわからなくもないものの見方じゃないかなと私も思いますけどもね、うん、20代でね順風満帆で頑張れば報われるとかねそれからあ自分の前の世代の人も生き生き働いてるとかそういう世界を見ていたらもうねこの国を本当に任せてありがとうみたいな気持ちになりますけどもおいおい なんだよ。俺24だけども、10歳上、20歳上、30歳を見て、みんな冴えねえじゃん。こんな風に俺もなるのみたいに思ったら、それは絶望しますよね。絶望しても、これからの人生も終わってるよ。ここで終わってもいいやもうやったらやみたいなのね。なると思いますよ。つまり、国の投資がもうまいかいかないと、そういった逆襲もあるってことなんじゃないかなと思いますけどね。まあ、その他いろんな陰謀論があります。うん。あれは実際どうなんでしょうかね。いってらっしゃい。